ケノコのお吸い物になります。では材料の紹介です。タケノコと人参と鶏肉とさやえんどうのカットしたものになります。では次に炊き込みご飯の具の調味料となります。だし汁が 200cc、 お酒が大さじ1杯、砂糖が大さじ1杯、みりんが大さじ1杯、醤油が大さじ1杯、塩が少々です。では具材を炒めていきたいと思います。まず最初にタケノコと人参を炒めていきます。今回の炊き込みご飯は炊飯器の中で一緒に炊き込む仕方と違って、具材は具材で味付けをして、ご飯にも後で調味料を入れて炊き込んで最後に一緒に和えるという方法になります。では次に鶏肉を入れて炒めていきます。ここで先ほど紹介しただし汁200を入れていきます。次にお酒大さじ1杯、砂糖が大さじ1杯、軽く混ぜて味を染み込ませます。1杯、醤油が大さじ1杯、塩を少し入れます。でこちらもよくかき混ぜて味を染み込ませます。1分から2分、炒め終わった後に具材とお汁をあけれるようにザルであげます。そしてこちらの煮汁は後で炊き込みご飯の中に入れていきます。それでは次にご飯の調味料になります。お酒が大さじ3杯、めんつゆが大さじ1杯、醤油が大さじ3杯になります。ご飯の中にすべて調味料を入れて炊き込んでいきます。先ほど具材を炒めた煮汁も一緒に入れ込んで炊き込みます。味が染みるようによくかき混ぜてください。ご飯はいつも炊くように時間セットをして、炊き終わったら先ほどの具材と混ぜ合わせて完成になります。それでは次にタケノコと山芋のお吸い物になります。お水が 200cc、 白だし大さじ2、たけのこ、山芋を切ったもの、わかめ、豆腐になります。お水と白だしを入れて沸騰したたけのこと山芋を入れます。わかめを入れます。最後に豆腐を入れます。少し煮て完成になります。これでたけのこの炊き込みご飯とお吸い物の完成になります。